泣こう。拙者が熱望しておった中宇殿、こたびはテンションぶち上げ侍じゃ。うまい。これは絶対にうまいやつ。勝つです。うまい。こちらはもう今日幾度となく食べた親子。何度食べてもうまい。時は来た。中う。中うって、中うって、中うって、ご飯を食べよう。頼む。はい。どうされましたでしょうか。わからん。任せる。はい。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。うむ、うん、まず最初のターンはこちらか。よし、参る。よし、まずは何からいくか。やはり親子丼だな。うん、参る。拙者が熱望しておった中宇殿、こたびはテンションぶち上げ侍じゃ。うまい。出汁も良いが、トロトロじゃ。うん。紅も使っていくか。紅。蜜葉の香りもアクセントがあって良いな。うん、うまい。ペロリだ。うますぎる。次はチーズ親子丼。うまい。チーズのカゴ。チーズのコクと香りがさらにプラスされて最高じゃ。親子丼にチーズ、今まで出会ったことはなかったが、これは忘れられん出会いじゃ。熱い。うどんもあるのか。牛肉たっぷりつけうどん。うん、たっぷり入っておるな。これにはこの鰹節を入れるのか。よし、細めのうどんじゃな。牛肉と一緒に。これは絶対にうまいやつ。食べるラー油。よし。うまい。食感と香りが良いな。甘めに味付けした関西風のつゆに、すき焼き風味の牛肉が喉越しの良いうどんに絡んで、これはもうたまらん坂じゃ。そのままでも十分にうまいが、トッピングを加えることで二度楽しめる神業じゃ。もしかして拙者は天才。ちなみにうどんかそばかは選べるので、
残しクソはもいただいてみたいものじゃな。迷うな、カツ丼。ほんじゃ、カツです。ボリューミーで食べ応えのあるカツ、肉の柔らかさ、それを優しく包む卵、食べ応え抜群じゃが、優しく香る出汁も良き。うまい。カウの香り唐辛子、特製だな。香りが良いな。辛さは控えめじゃが、とにかく香りが良いな。カツ丼のポテンシャルをさらに引き出しておる。これはまさにフルパワー。カツ丼 100% 中の 100% じゃ。うむ。ネギラー鶏から丼、こだわり卵トッピング。卵を崩さぬようにか。うまい。唐揚げもジューシーじゃ。そしてこのやはり食べるラー油がかなり拙者は好みじゃ。割れてしまった。扇を使う前に、えい、こうなったら。食感が良い。大ぶりカットでジューシーな鶏唐揚げに特製甘辛ダレと食べるラー油、さらにたっぷりのネギでご飯も進む。食べ応え抜群の絶品じゃった。次のターンだな。頼む、次をくれ。何からいくか。やはりうどんか。鶏天うどん、きれいなスープじゃ。良い出汁が出ておる。もういっ。昆布が効いておるな、この出汁は。七味も良いが、山椒を行ってみるか。中羽の京風山椒、特製。香りが良いな。もちもちした舌触り、シコシコした歯応え、つるっとした喉越し。このうどんはすすり職人の拙者と相性抜群じゃ。ジレッパジレッパ。蒸し鶏のサラダ、まずった。これを最初に食べるべきであった。ベジファーストではないな。もうさて、ドレッシングはどれにするか。迷う。ごまじゃ。しゃごまにする。ベジ。うまい。ごまのコクと風味、良い。
わらべたちよ、決してベジファーストを忘れてはいかんぞ。うむ、次はどれ肉か。チーズカツと、おー、先ほどのものにチーズが乗っておるんだな。これはうまいであろう、絶対に。俺にはこれが合いそうじゃ。こちょう、うまい、和でありながら洋風な感じも、むむ、洋風な感じも感じる。うまい。肉厚だけど柔らかく食べやすい特製ロースカツをふわとろのこだわり卵でとじたカツ丼に贅沢にたっぷりチーズをかけたら、そりゃ優勝ですよ。和風カレーうどん、おお、濃厚じゃな。和風じゃ、うまい。揚げ玉も食感が良さそうじゃな。食べるラー油も合うんではないか。唐辛子も良さそうだが、食べるラー油。こちらカツ丼の方にもかけておこう。これも合うだろう。うまい。万能じゃな、この食べるラー油は。めちゃくちゃ合うチーズと、このカレーうどん、だしの風味豊かな奥深い味わいがたまらんざかじゃ。よし、次、牛とじ丼。牛バージョンか、親子丼の。これは絶対にうまいであろう。言わずもがな。うまい。言うとるやん。無意識でスプーンを使っておった。よし、次じゃ、第三陣じゃ。相当食っておるな、拙者。きつねそば、だしからいただこう。やはりうまい。そしてそば、熱そうじゃ。あ、良いな。飲んだ後にも良さそうじゃな。優しい。お揚げさん、よく染みてそうじゃな。ふっくらと甘く炊かれておる。うまい。
蕎麦を一口すすると出汁の豊かな香りとともに穏やかな甘さが広がりよる。次に油揚げをかじるとそのジューシーな味わいが口の中であふれ、蕎麦との組み合わせがさらに食欲をそそるではないか。うん、香り唐辛子が合うじゃろう。米のダムを作ってな、ちょっと決壊しておる、危ない。米のダム、うん、数種類のスパイス、風味豊かなカツオの出汁を効かせたカレーじゃ。スパイシーなカレーとまろやかなカツオの風味が調和する優しい味わいじゃ。マリマリーカン。牛愛がけ親子丼は、なんと贅沢な2種類楽しめるのか。牛丼からいくか。牛もたっぷり乗っておるな。ライスマネジメントが難しい。うまい。そして親子丼、こちらはもう今日幾度となく食べた親子丼。何度食べてもうまい。そしてこれを合わさった時に、うますぎる。親子丼に始まり親子丼に終わる、これが武士流の卵とじじゃ。がしかし、また拙者の夢が一つ叶ってしまった。皆もぜひ中尾殿に足を運んでみてはいかがか。うむ。満足じゃ。